もし金子遺産の人が逮捕されてなかったら、牛耳じれてた可能性があるんですよね、起業家を育てるためには政府がこういうことをしましたら、問題は経済産業省の人たちが、自分たちが無能だと思ってないんですよね。すよね 今日、ウィニーの映画を見て疑問に思ったので質問です。金子勇氏の逮捕に対しては IT 業界内外から大きな批判が起こってましたが、もし金子勇氏が逮捕されてなかったら、今頃世の中にファイル共有ソフトが乱立してしまい、映画漫画アニメソフトウェアなどの業界が大きな損失をこむってしまっていたんじゃないかと思うんですが、そんなことないんでしょうかヒロきさん、業界全体の利益を守ることと、ヒ人の天才を守ること、どちらが大事だと思いますかえっと、ウィニーの利用者はほぼ日本人です。 で、あの、ファイル共有ソフトとして VMX っていうものだったり、カザーだったりっていうのが英語圏ではあったんですけど、で、それがなぜなくなったのでしょうか共有ソフトがなくなったから共有ソフトを使う人が減ったわけではありません。そのファイル共有がなくなった理由は、アップルが曲を1ドルで売ったからです。 iPod っていうのを始めた時に iTunes っていうのを始めてその正式版の曲を1曲1ドルで売り始めたんですよ。 なので、その違法な曲を一生懸命探すより、1ドルで買った方が楽だよね。じゃあ見つかるんですよ、探せば。探せば見つけるけど、1ドルで買って、で、さらに iTunes に全部バーンって入ってて、で、聞きたい曲だけ iPod に入れてっていうのができる方が、あ、便利じゃん。で、100円なんですよ、1ドルってね。まあ、なので、その時給1000円の人にとってみたら、その、要は数分働いた金額じゃないですか。 なので、違法サイトを一生懸命探して、自分の目当ての曲を見つけるのに15分かかるんだったら、100円で買った方が安いんですよ。なので、違法サイトを使うより、公式版を買った方が安いよねっていうので、 違法サイトを利用する人がガンガンン減ってで違法サイトを潰すことにお金をかけることも無駄だよねってことになりこうなので違法サイトは探せば今でもいっぱいあるんですよいろんな曲を mp3.cn で検索すると中国とかにいくらでもあるんですよでも公式で買った方が安いんですよっていう形で音楽の違法流通っていうのが減りましたでただ映画の違法流通っていうのは昔からあったんですじゃあ 映画の違法流通がなぜみんな使わなくなったんだと思いますかっていうのも答えわかるでしょ <laughs> 要は800円払ったらネットフリックスで見えるから。 もちろんあの超これ見たいっていうのはネットフリックスにないかもしれないけど暇つぶしで映画見たいってなればもうネットフリックス見たらいくらでもあるじゃないですか。なので要は公式で安いものを提供すると違法なものを一生懸命やる必要ないよね違法なものを探す時間かけるだけ無駄だよねだって月800円だよ。 <laughs> なんか、違法なものを一生懸命探して、で、映画のデートだと、なんかダウンロードするのよ30分とかあるんだけど、それ、時給制円の人見たら、もう500円分かかってんだよ。それだったら、1ヶ月800円の方が全然安くねってなっちゃうので、なので、安い形で公式でやるっていう形で違法なものもなくなったので、<laughs> ウィニーがあったから、ウィニーをなくしたから、今の社会があるのではありません。なので、ウィニーがあった方が、逆にそのファイル流通の先にあった、スポティファイっていう音楽を、あのただ、ね、タダで、 いっぱいいけるソフトがあるんですけど、なんで僕は、あの、その iTunes でお金払うのは嫌いなので、なんかあの知りたい曲とかでこんな曲あったっけって言うと Spotify で探すんですよ。クイーンとかの曲とかも Spotify にタダでいっぱいいけるんですけど、で、あの Spotify って元々は、あの、P2P のそのユーザー同士のファイル共有の仕組みを使ってたんですよ。 要はあの、金子さんが使っていた、その P2P でファイルやりのやり取りをするっていうことで、トラフィックコストを減らすっていう仕組みを使って広がったんですよ。その後にあの、韓国で流行った動画配信のサイトで、タワーなんとか名前忘れちゃった。あれももともと P2P を使っていて、クランチロールの社長だった人がやってた動画配信のサイトがあって、 名前忘れちゃった。あれももともと P2P の仕組みを使ってたんですよね。なので、そのファイルをそのなんか広まる見るときに P2P の仕組みを使った方がいいよねっていうのは、割とその、 インターネット IT 業界では拗ねたんですよ。なので、そこら辺の仕組みっていうのを、そのきちんと、あの、金子さんがやった仕組みっていうので、広がっていたとしたら、仮想通貨のプラットフォームっていうのも、じゃあ P2P なんで、そこも割と牛じれてた可能性があるんですよね。P2P でもネットワーク共有っていうところのデファクトスタンダードを、もし金子さんが取ってたとしたら、世界中でそのネットワークでファイル共有するっていうライブラリーをオープンソースで配って、で、それをじゃあ、あの、サポートする会社が日本がやってっていう可能性もあったと。 金子勇氏はサトシ仲本という説は本当だと思いますかいいえ。えっと、あの、ビットコインを作った人が、あの、ホワイトペーパーをサトシ仲本っていう名前で出したっていうのがあるんですけど、ただ、まあ、あの、日本人である可能性はほぼなくて、で、あの、オーストラリア人の開発者の人じゃないかなって言われてるんで、まあ、僕もその説を信じてるんですけど、まあ、もともと、その、あの、サトシ仲本という、えっと、メールアドレスを使って、その、あの、オーストラリア人の人が、あの、 自分のメールを送ってたこともあるし、でそのその彼の IP アドレスからサトシナカモトのメールが発行されたこともあるんですよね。でその人があのある時になんかのイベントであのビットコインに関しての重大な発表をするみたいなことを言ってやっぱり取りやめたりみたいなのがあって、でそのオーストラリアの税務局に強制捜査に入られてるんですよね。でそのなんかオーストラリアの税務局的にそのビット コインサトシ仲本だとすると、まあ、ものすごい利益があってでそれの申告をしてないのだとするとあのものすごい額の罰金と懲役刑みたいな。 要は、あの、脱税になるので。っていうのがあって、もうそのお金を持ってるとか、換金するということができないという状態なんじゃないかという説があるんですけど、なのでそれなんじゃないかなと思いますけど、はい。日本でもそのなんか、あの、IT バブル的なのが2000年代とかあったんですけど、じゃあなぜその、ま、ホリエモンみたいな人とか、その中にチャンネルを作ったひろゆきって人だったりとか、あの、ミクシーの笠原社長だったり、グリーの田中さんみたいな人が出てきたのかっていうと、あの、政府が何もしなかったからなんですよね。 結局その IT っていうのがなんだか分かんないから政府は別に何の規制もしないし支援もしませんでした。それであの IT 面白いっていうので実力でのし上がった人たちっていうのが結果として大きい規模になったんですよ。その後に結局そのなんか IT っていうのはなんかそれなりに儲かるらしいぞみたいなのがあってその IT 企業に対して割と政府とかがなんかいろんな規制とかなんか法律とかを作り始めるんですよね。 で、元々日本ってあのインフォシークっていう検索エンジンとか NTT がやったグーっていう検索エンジンがあったんですけど、で、それが伸びればよかったんですけど、残念ながら著,著作権法に引っかかるような形になってしまって、で、日本ではその検索エンジンっていうのの普及がなかなか難しいよねっていう状態になって、で、その著作権交法を変えるわけでもなくそのままっていうので、じゃあもう日本の検索エンジン使わない方がいいよねっていうので、アメリカの Google の検索エンジンを使ってみたりとか、NTT が あの、アメ、グーグルを使うようになって、で、日本のヤフージャパンは YST っていう、あの、アメリカのヤフーが作った検索エンジンをつく使うようになったりっていう感じで、まあ、日本のその検索エンジン産業っていうのがなくなったんですよ。 で、その後なんかあの、まあ、ドローン産業っていうのが世界にあるんですけど、あれもなんか、ドローン面白いよねっていうので、割と日本でもや、あの、遊んでる人いっぱいいたんですけど、で、そこもなんか三茶祭りかなんかでドローンが落ちたら大変じゃないかっていうので、ドローン規制みたいな感じで規制をするっていうので、ドローン産業日本で生まれることはありませんでした、みたいな。仮想通貨周りも、実は日本先進国だったんですよね。 あの、もう覚えてないかもしれないですけど、マウントゴックスっていう、あの仮想通貨の取引所の会社が渋谷にあってアメリカ人の人が確か作ったと思うんですけど、お金持ってかれちゃいましたっていうので、めっちゃ問題になったんですけど、で、その後仮想通貨周りとかも結局あの法律を作ることになって、あの仮想通貨で儲けた場合でも雑所得だから、そこはちゃんと税金払ってね、みたいな形にしちゃったせいで、仮想通貨に投資をしてもあんま得しないよね。 っていう状況になっちゃったんですよね。で、コインチェックの問題とかがあって、仮想通貨っていうのも、あの、なんかいろいろ持ってかれるからまずいよね。あのか、まあ、その、危ない通貨だよね。投資に見たな投資するのはまずいよね。みたいな感じになって、割とその仮想通貨市場っていうのもそんなに伸びなくなりましたと。っていう感じだったんですよねなので、あの、なんか、日本政府が下手なことをするっていうパターンが多いと思うので、なんか企業家を育てるためには政府がこういうことをしました、みたいなことをやると大体失敗するんですよね。 わかりやすい例で言うと、あの、経済産業省があの、クールジャパンファンドっていうのをやったんですけど、あの、クールジャパンファンドでお金を入れた会社って、大体失敗してて、 クルジャパンファンドでお金入れた会社でちゃんと成功してる例ってほとんどないんじゃないかななんかあの日本の漫画とかのあの判件をハリウッドの映画化をさせるために作った会社みたいなので確か10億円ぐらいお金突っ込んだのがあるんですけどで結局何にもしてなくて確か解散になったんですけど で、その時に残ったのがなんか1000万円とか、なんかそれぐらいだけ金額が残ったみたいな。あと全部お金配って終わっちゃった、みたいなとか。っていうので、あの政府にお金突っ込むと、ろくなことにならないんですよね。はい。政府というか、あの経済産業省が無能っていう。で、問題は経済産業省の人たちが、自分たちが無能だと思ってないんですよね。で、今 IT 系の話しましたけど、あのカルロス・ゴーンさんが逮捕されました。で、日産っていう会社は株価めっちゃ下がって、売り上げも下がってました。 で、あれは、あの、経済産業省の人たちが、西川さんっていう、あんまり能力値のない人が、ゴーンさんに能力値がないので追い出されそうになって、で、ゴーンってやつが悪いことしてますよっていうのを経済産業省と官邸に言って、で、官邸と経済産業省が動いて、まあ、あの、ゴーンさんを逮捕して、その後彼は逃げてレバノンにいるんですけど、で、じゃあ、ゴーンさんが逮捕しました。で、ゴーンさんはじゃあ悪いことをしたのかもしれませんと。で、実際、日産はどう回りましたかっていうと、ゴーンさんの いなくなった後日産はもう泣かずとばずで売り上げも下がってるんですよ で、元々日産っていう会社がダメな会社で2兆円ぐらい借金があって、潰れそうっていう状態で、あのフランスのルノーの社長だったゴーンさんが、じゃあ日産俺が助けてやるよっていうので金突っ込んで、で、日産の車をヨーロッパで売るっていうのをルノーと提携することによって、日産の車がある程度世界で多く売れるような構造っていうのを作ったんですよ。で、三菱自動車とかも手出して、なのでその日本ってやっぱりその海外に車売るのはそんなに上手くないんですけど、そこをフランスのルノーの販売 とゴーンさんっていうのを使って世界中に売るっていうのをやって割とその三菱自動車とか日産っていうの売上高くなったよね。ってなったんですけど、あのゴーンさん逮捕者性でもう日産と売るのっていうのも、もうあのちょっと疎遠になってしまい、結果としてこの先どうなる？日産みたいな感じになっててで、あれも政府の失策なんですよ。 要は、ゴーンさん悪い人だよね。あの人逃げたよね。だから悪者だよねっていうのが多分一般的な大衆の考え方だと思うんですけど、じゃああれって、日産がどうなってるの今っていう状況で見ると、ゴーンさん逮捕したせいで、日産の株価が下がって、時価総額っていうのがドーンって消えて、で、日産の自動車の売り上げも下がりました。で、毎年毎年なんか1000億円とか確か利益出しちゃったんですけど、その利益も飛びましたっていう。確かね、利益90%とか飛んだんですよね。ゴーンさんが逮捕になって。っていう感じで、その鑑定 政府ととかが動くと大体失敗すするるっていう実例はあるんですけど残念ながら経済産業省は自分たちが無能であるということを未だに分かっていないっていうのがあるので、あんまりこう政府になんか経済政策をやらせるのは良くないんじゃないかなと僕は思ってます。はい。